皆さんこんにちは、マリコ書房です。皆さんこんにちは、お久しぶりです、マリコ書房です。今回も日大の理事長室からお送りしています。はい、もう年も明けましたね。本当に昨年は思わぬことからこういう人生が待ち受けてて、一生懸命やっております。毎日来てます、ここの部屋で働いてます。ね、もう皆さんからも応援メッセージがものすごく届いていますので、ありがとうございます。今年もね、頑張って頑張りました。でもちょっとね、本がちょっと本がまだ書けてないのは残念ですが、2年後に新刊出せるかどうか、今書いてないと新刊出せないから、はい、ちょっとこれから新刊難しくなっていくかなっていう感じですかね。やはりマリコ様お一人だったってことがでも証明されましたね。そう、証明されました。一人しかいません。で、3人も4人もっていうお話だったんですけど、はい、やはりお一人だったという。一人しかいません。今日はどこから行きましょうか、はい、新年一冊目。今日は石井光太さんの非常に話題になった本ですね、誰が国語力を殺すのかって、これ読んでるとちょっとうん、なんていうのかな、私なんて特に作家だからそう思うんだけども、この国の子どもたちがね、本当に本を読まなくなったんですよ。でもそれはもういろんな弊害が出てるんですけれども、それよりも何よりもこの国が国語というものを重視しなくなっていって、例えば IT 授業をやらなきゃいけないとか、グローバルに育てなきゃいけないとか、そのために英語をやらなきゃいけないとか、こうわわわわわってこうすごく非常に詰め込みすぎの、教育が今なされてるわけですね。でこうじっくり例えば国語の教科書とその中の、文学作品とか付き合う時間が非常に減っていて、もうすごい勢いで国語力が破壊されているって方なんですけども、私もこれでゴンギツネっていう中でね、名作ですね、名作ですけども、お葬式に似た気をしてるっていうのを見て、おばあさんが似て殺されてんだっていうことをみんな子どもたちが言うんですって。つまり想像力がもう本当になくなっているっていうか、なんかこう文章からこう情景ができないということを石井さんおっしゃってるんですよ。そしてここでも書いてるんですけれども、その国語力ってどういうことが必要かっていうと、その国語力によって私たちの感情ってこう表現化できて、例えば今の人たちって やばとかマジ知らんけどみたいな、そんなことしか言わないじゃないですか。はい、若い時って省略化して単純化するのってしょうがないんですよ、会話ある程度若い人たちが。だけどそれにしてもマジとかやばとか、それしかかわいいとか、キャかわいいとかそれしか言えなくなって、かわいいの4文字しか言えなくなって、自分の表現をこう言語化していくっていうのに、やっぱ国語力ってものすごく必要なんですよ。で私英語でも英語なんかもう何度もこうずっと勉強して、本当に使い物にはならないんだけども、なんていうのかしら、よくねあちらの方が言うのは、英語ってツールに過ぎないわけで、例えば考え方を聞いた時に、あ、分かんないってペラペラペラって言われるのと、片言でも一生懸命答えるって、そういう自分の言葉を持っていればね、たとえ片言の英語でも人の心を打つことができるんですというようなことを聞いたことがあるんです。それ国語というか国語力あってですよね。そうです。それでそういうことをずっとねルポして、これを読むとちょっと背筋が寒くなってしまうんですけれども、とにかく今国語の時間が全然足りないというふうに言っています。どんどん今東南アジアにも負けてしまってね、あとって英語ができるようになってるわけでもないですからね。ただ国力が落ちてるわけ。ショック。国力が落ちてるんだけど、それはどういうことかっていうと、私たちが母国語のさ、母国語とちゃんと向き合って考える時間が子どもの時から奪い取られてるっていうことでね、とても読みやすい文章でとても話題になりましたが、私もこういうルポルタンジュってそんなに得意じゃないんですけども、この本はとてもよくとても読みやすくて面白かったし、ちょっとね言葉を操る者としてはこれは本当に考えなきゃいけないなっていうふうに思っています。ここで田原真知さんが注意報じゃなくて警報レベルだって、
注意報じゃなく警報レベルだって田原町でも言ってるんですが、私もちょっと背筋が寒くなったりしましたですね。母国語というもう私たちの思考の一番肝心なものがこんな風に破壊されつつあるんだっていうことをちょっと怖くなりました。ぜひこれ読んでいただきたいなというふうに思います。最近新聞も読めない子多くなってきてるみたいですね。新聞なんてね、うちの子なんて触ったこともないよ。なんかでも読めるんじゃないですか、きっと。まあ、読めって言えば読めますよね。本当に新聞読んでも理解できない人は増えてるんじゃないかなと。いや、私今4紙取ってるんだけど、まあ、大学来てから1紙読んでるんだけどね、そんな隅から隅まで読んでるわけじゃないですよ、もちろんですけど、はい、まあ新聞ってやっぱり朝来て私読むっていう楽しみがあって、新聞のいいとこは自分と関係ないとこも例えば国際情勢について書いてあるとやっぱり読んじゃうし、まあ、円安について普段そんなに考えたことなくても、まあ、新聞でちょっと分かりやすいトピックスで出てると読んでしまって、それがね新聞のいいとこだと思うんですけど、まあ、今の人は週刊誌も読まないしね、まあ、そんなこと言っても嘆いててもしょうがなくて、またそれ以前の国語力という私たちの一番子どもたちの大切なものが失われてるというこの現実のこのルポルタージュ、ぜひ読んでいただきたいと思います。国語力のなさが SNS のいじめとかそういうのにもつながってるって、まあ、不登校にもつながってるって、まあ、この国の多くの問題の鍵を握っているのは国語力だということを、この本で分かっていただければと思います。